函館タクシー株式会社は、北海道函館市に本社を置く企業、タクシー事業、バス事業などを行っている。1950年に定産オートの子会社として、定産函館タクシー株式会社の名称で発足した。1972年に現在の社名に変更すると同時に定産オートから分離独立し資本関係はなくなったが、 翌1973年には、函館低山バスの名称で、バス事業を開始するなど、引き続き低山グループの一翼を担っている。タクシー事業は、函館交通圏で営業を行う。2010年10月1日からは、キーとかでの支払いが可能となった。道内のタクシー事業者では、初となる。試行的に3台に導入され、その後導入の拡大が検討される。 バス事業では、箱館定産バスの名称を使用する。箱館空港連絡バス路線バス事業は、空港連絡バスなどの限定路線のみで、乗車、校舎のいずれかまたは両方に、箱館空港、新箱館北斗駅、箱館港を含む利用のみ可能。車両は2017年3月31日現在で11台、登録されている。 2016年3月26日より、函館空港函館駅前間に、快速便を新設。途中湯の川温泉のみ停車で、快速便に、限り湯の川温泉と函館駅前間のみの利用が、可能になった。2016年3月26日より、函館空港から新函館北斗駅を、同年12月10日より、函館空港五稜郭公園入り口の区間便を、 新設。2020年3月13日より全便運休となっていたが、2021年3月28日の函館新外環状道路、函館空港インターチェンジ開通と同日に、往路は函館新外環状道路経由の直行便、路は五両角、湯の川経由の既存経路で一往復再開。同年5月19日より再度全便運休している。 貸し切りバス事業は通常は離島を除く函館運輸支局管内での発着が認められているが貸し切りバス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により北海道全域となっている。車両は12台登録されている。ありがとうございます。